はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、LED ライトを紹介しようと思うんですけど、はい、ずっと前にね、うん、ランタンを2つ買ったんですよ、うん、安い1000円ぐらいのランタンを。そうそう。で、シルバーと黒いのを買ったんですけど、黒いのがね、この間の三木キャンプ場の後発覚したんですけど、うん、灯油が漏れてて、うん、そう、もうちょっとまあいいかなということでね、もうちょっと破棄したんですよね、うん、で、あれは嫁さんの多肉用のあれがブースがあってね、多肉ブースのオブジェクトになりました、うんうん、はい、中の灯油を抜いて、うん、まあ、光がね、一個足りなくなったということで、うん、まあ、現在ですね、マキタの LED ライトを使ってて、はい、まあ、そのランタン以外に、うん、前回の三池のキャンプでは結構活躍してくれたので、うん、料理の時に、で、まあ、LED ライトやっぱいいなということで、いろいろ調べてたらですね、まあ、それなりに安価で、うん、実用性のある LED ライトを見つけたので紹介しようと思います、はい、で、今回購入した LED ライトはポストゼネラルというブランドの LED ライトになります、はい、で、商品名がですね、うん、トリパネルソーラーチャージド LED ライト、まあ、ちょっと下を噛み切りそうになるんですけど、うん、これがですね、まあ、結構おしゃれなんですよ、うん、まあ、早速開けてみましょうか。はい、はい、じゃあ開けてください。で、やっぱりLED ライトっていうと、はい、結構明るくないといけないと思うんですけど、うん、まあ、キャンプの時はね、ランタンの光でも結構明るいんですよ。だから、まあ、LED ライトでもそれなりにね、広範囲に明るくなってくれればいいかなということで、はい、今回のものを選んだんですけど、うん、今回選んだものはね、おしゃれなんですよね、うん、実用性もあっておしゃれっていう、こんな感じですね、はい、で、カラーは今回購入したのはブラックになります、はい、で、これ以外にもですね、サンドベージュ、うん、サンドベージュ、サンドベージュ、サンドベージュだよね、うん、っていう、ちょっとベージュがかベージュがかったベージュのベージュがかったじゃないのベージュの色とブラックとありますね、うんうん、で、今回購入したのはブラックということで、はい、で、ちょっと詳しく見ていこうと思います。はい、で、まず付属品は、付属品がこれが一つ、うん、で、あとは本体ですね、はい、で、取扱説明書が入っております、うん、商品のこの高さですね、うん、商品の全長は、150mm になります、はい、で、こっち の警報光が、まあ、60ですね、60cm、違った、60cm ってバカでかい6cm になります、うん、で、じゃあ広げてみてください。え、このままもうどこも押さずに、そうそう、広げていいの、うん、ほら、こんな感じで、え、カチャって言う、え、カチャって言うのかな、こんな初めてだから、あ、これでいいってことだね、うん、そうそうそう、こうだ、行くな、うん、広げた感じ、うん、広げたら、ここのね、この円周上が30cm、うん、で、この高さですね、うん、こうした時のこの高さが8cm、うん、で、羽のこの肩羽分ですね、うん、中心らへんからが14cm となります、うん、でね、写真で見るよりもちょっとコンパクトなんですよね、うんうん、そうだね、うん、で、後ろにソーラーパネルがついてて、うん、まあ、充電をね、補助する役割があるらしいんですけど、うん、ソーラーパネル単体でフル充電はできないみたい、うん、まあ、あくまでもその補助的な、あ、そうなんだ、うん、普通の充電を補助してあげる役割、うん、なんか多少加勢ができるみたいな、うんうんうん、加勢というか、まあ、補助ができるっていう感じですね、うん、まずこう広げた状態で、じゃあ点灯してみましょうか、うん、ここに、うん、つくの、つくと思うんだけどな、ここに充電なんもしないよ、ここにボタンがあります。6段階あるの、うん、1回目センターライトのハイモード、はい、これ2回目センターライトのローモード、これ3回目 LED パネルライトのハイモード、これ4回目 LED パネルライトのローモード、これで5回目 LED パネルライトの点滅モード、おー、で6回目消灯、すごー、あ、これいいじゃない、いいでしょう。そしてね、まあ、これはここにほら、このようにフックがもうついてるんですよ、うんうん、今私が持ってた時
これ、ね、そうそうそう、こう上げて、うん、ここにね、あのまあ100均なり S 字フックが売ってるじゃん、うん、ああいうのでこうかけてもいいし、まあ、ランタンハンガーとかそういうのにさ、うん、だからうちはあの嫁さんが料理をするタフテーブルあるじゃん、うん、あの上にこれをぶら下げようかなと思ってるんですよ、うん、ちょっとね手元が暗くて、まあ、肉を焼いたり料理の時にその火の加減がわからないっていうのがあって、うん、いいよね、これはいい、いいでしょう。そしてこれを、まあ、畳みますよ、うん、こう畳みますね、ほらここにね3箇所マグネットがついてるらしくて、うん、ここに磁石の膜があるじゃん、あ、はいはいはい、あるね、見える、うん、あるある、見えるよ、見えてるよね、うん、磁石のマークが3箇所あって、うん、あの車をさ後ろのトランクをこう跳ね上げた時にさ、うん、ここにペタってこうつけれるの、嘘でしょ、じゃあ本当に、でその時にほらこういう感じにすると車の中でも使えるっていう、トランク、まあ、跳ね上げた時とかにできる、横にもなんかつくみたい、へえ、すごくない、まあ、ただ、うん、あのここの3箇所あるんですけど、うん、3箇所とも全部あの設置してる状態、うん、くっついてる状態じゃないと落ちる可能性があるから気をつけてって書いてあったんです、うん、はい、ちょっと今ですねあのブリキのカンカンをちょっと見つけてきたんですけど、うん、このマグネットのねあの突き加減を見てみようと思って、うん、で一応突きます、こんな感じで、まあ、ちょっと弱いですけど、で横だとこういう風に落ちていきます、自重で、うん、でもこっち方向だとこの、 あの吊り下げるような感じ、吊り下げるというかぶら下げるっていうか、うん、結構しっかりついてくる、うん、すげー、なんか車中泊とか簡単にこうどっかつけたいっていう時はいいかもね、いいかもね、まあ、鉄板がむき出しになってる場合なんだけど、うんうん、でも車で鉄板むき出しになってるっていうのないよね天井、うん、ないと思う、ね、でもつくんでしょ、そう、まあ、一応こういう使い方できますっていう感じだね、うん、だしまあ下がこういう鉄板でももうこういう風に安定してくれるから、うん、倒れることはない、ね、うんうん、意外に便利かも、本当だ、ね、いいね、うん、一応ですね、この、まあ、充電タイプで中に電池を入れないんですよね、うん、USB で充電するタイプなんですけど、センターライトを、今センターライトこの真ん中ね、センターライトつけてみて、センターライトハイモードね、うん、今ハイモードで、うん、まあ、フル充電の状態から約6時間使います、うんうんうん、今ローモードね、うん、ローモードは8時間、うんうんうん、で次 LED パネルライトのハイモードはフル充電から、うん、約3時間使えることができます、うん、こちらね、うん、LED パネルのローモードはフル充電から約5時間使うことができます、はい、で USB からの充電時間は、うん、あの約8時間みたいですね、うーん、まあでも多少なりとも太陽光でソーラーパネルで充電できるっていうのは、うん、まあデイキャンプからこう夜に向けてこのキャンプをする人とかいいし、うん、魚釣りの時なんかでも結構使えるかもしれない、これは昼間に充電してて、そうそう、昼間充電してて、うん、まあ、夜ライトを使うっていうさ、うん、まあ、使い道は結構いろいろあるよね、そうだね、うん、災害時でも使えるかもしれないね、災害時でも全然使えるよ、うちはですね調べたらね、まあ、どこにも書いてなかったんですけど、うん、まあ、この、 あのパネルライトね、うん、パネルのハイモードで、うん、まあ、約3時間使えるんですけども、うん、あの給電をしながら使おうかなと思ってるんですよ、うん、でここにですねこういう風に挿しますね、今これ充電されてる状態なんですけど、この端子の周りが赤く光ってるのが見えると思うんですけど、充電されてる状態はここがね赤く点滅、うん、点滅じゃないや点灯するみたいです、ちょっと分かりやすいね、うん、こんな感じでね、うんうん、でちょっと電気を消して見てみようか、どういう風に照らしてくれるのか、はい、今こんな感じでですね、うん、あの部屋の電気を消してみたんですけど、はい、なかなか照らしてくれますよね、うん、これどうだろう、キャンプの時だったら焼け加減とか見れるか、これ分かる分かる、全然分かる、料理の時ね、うん、でちょっと高さを上げてあげると、うん、全体的に照らしてくれますね、う
わかる、結構わかる、明るいね、うん、これ夏場だったら虫酔ってくれないかな、ここに酔ってくれるでしょ、酔ってくれるけど、それ用に使うの、もう料理が終わった後、あ今これでセンターライト、うん、こうね、うん、おスポットライトみたいな、本当だ、なんか文化祭みたいなね、本当だ結構明るいね、うん、これはローモード、うん、あローでも全然明るいな、うん、トイレに行くぐらいだったらこのぐらいだもんね、うん、全然いいね、でこれがパネルのハイ、うん、ロー、うん、あこれでも明るいな、うん、点滅、これ目が痛くなる、うん、これいいね、あやっぱりだよ、これやっていけないんだよ、こっから先は、あそうなんだ、うん、危ない、壊すとこだったじゃん、分かるよ、あ書いてある、ダメって、うん、ここのソーラーパネルは、うん90度までしか開けませんって、ああそうなんだ、こっから下には行けませんよって、うん、僕たちね間違えてやっちゃったんですよ、うん、折れなくてよかったんですけど、うん、ここの爪が折れる可能性があるので、今これからね下にはやらないようにしてください、うん、よかったね壊れなくて、うん、本当よ危なかった、トリパネルソーラーチャージド LED ライトでいろんな機能がついて4,180円、うん、です。どうでしょうか。この機能がついてて4180円は、うん、いいかもね。いいかも。で、このソーラーがいい感じ。うん、ソーラーでまあフル充電はできなくとも、うん、少しはね充電して使えるということで。まあカメラでどう映ってるかは分かんないけど、うん、まあ結構明るいね。明るいよね、うん。いろんな使い道はある。よかった。あの黒のランタンがもう使えなくなったから、また電気が足りなくなるなと思ってたからさ。そうそう。何気に1000円でもさ、やっぱりあの照らしてくれるじゃん。そう。周りをさ。全然良かったのよ。うん。1000円でね。うん、で最初に買ったさ、うん、あの銀の方はまだ全然使えるし、うん、何もないよね。そう。なんだけど黒はその次買ったんだけど、やっぱ当たり外れがあるっていうだけあって、ちょっと外れだったのかなっていう感じかな、うん、そう、まあ、安いからね、そう、まあでも一応こいつは、うん、あの料理用として、うん、あの照らしてもらう LED ライトかな、うん、でもさ、うん、どこに照らすの、どこに吊り下げるの、これ何にアイアンハンガーかなんかを作るのかな、テーブルの横にあの刺す昔買ったポールがあるの、ああそうなんだ、一番最初に買った多分1500円ぐらいのポール、うんうん、あそうなんだ、ね、最近あんまり出番がないんだけど、うん、そいつをテーブルの横に立てて、うん、からこれをぶら下げようと思ってます、でもあの今さこの LED がまあこいつを買って、うん、でマキタがあるじゃん、うん、で、まあ、マキタを虫を集めるための LED ライトにしようかなと思ってるんですよ、うんうん、今うちの明かりはですね、うん、あのオイルランタンとガスランタンとファイアメイプルのね、うん、で、まあ、北の LED ライトと今回のポストジェネラルの LED ライトですね、うん、で4つあるんですけど、もう1個ねなんかこう強烈に明るく照らしてくれるのが欲しいなと思ってるんですよ、うん、これでいいじゃん、なこれねもうちょっと多分足りない光量、これでも、うん、まあ、ないでしょと思うでしょう、うん、あるんですよ、もういいっていいのが、もういいってもういらないって、私調べました一生懸命調べて、まあ、いいのがあるんですよ、もう最高峰のやつで、まあ、ちょっとお高いんですけど、けど長く使えるのもっていうのを、まあ、僕は勝手に検討してます勝手にね、うん、うん、そうということで、はい、まあ頭の隅っこに入れとってください、わかりましたか、はいはい、はい、で今回はですねこのあのポストジェネラルの LED ライトを紹介したんですけど、まあねあの使い道結構いろいろあって、まあいろんなシーンでね、まあ、キャンプだけじゃなくてもね、うん、あの魚釣りとかでもあの災害時でもね、うん、あのいろんなシーンで活躍してくれるんじゃないかなと思ってます、はい、でこ の, あのやっぱりねやっぱりソーラーパネルがねいいよね、で4100円っていうリーズナブルで、まあ、充電タイプでさ、うん、
ね、一晩中照らすんだったらさ、横のセンターライトだけでも全然いいじゃん、うんうん、だよね、うん、明るいはずだから真っ暗な状態だと台風とかさ、うん、だからそういうのの備えに、うん、まあ、1台あってもいいんじゃないかなって思います。はい、はい、ということでですね、ちょっとまあ簡単なレビュー動画だったんですけど、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではですね、また次の動画で会いましょう、はい、バイバイ、 バイバイ。ちょっと早かったけど、でこれひっくり返すとこの竹コプターになるんだよ。伸びたくあーいらない、それはいらなかったもん。Baby, oh, without you, baby.